それでは司会変わりまして、ここからは私、むついが担当させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、次のゲーム、ピノビーの大冒険。こちら解説の方いらっしゃっております。ピンクパジャマさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは初めに、自己紹介と簡単なゲームの説明をよろしくお願いいたします。まあ、簡単な説明として、はい、ゲームシステムは、主人公は、ハチですよ。ああ、ハチ。B の B だから、B のハチです、はい。ストーリーなら、ピノッキオみたいな、ストーリー、はい、ピノビーが、腎臓、の、蜂です。はい、ああ、なんで、なんでしょう、もう人に作られた蜂が見つかれた冒険を繰り広げるというような。ああ、なるほど。だからピノビー。ああ、なるほど。ピノキオの蜂バージョンでピノビー。そうです。なるほど、そういうことなんですね。なるほど。まあ、はい。エンディング、いくつありますね。これは any パーセントだから、はい。ちょっとバッドエンドみたいなエンディング。ああ、なるほど。終わります。はい。あ、まあ、新エンドなら、ピノッキオみたいに本物の、はい、蜂になります。なるほど。なんで、まあ、ゲームの目的としては、本物の蜂になりたいピノビーが、その本物の蜂になるために、頑張って冒険を繰り広げるというようなストーリーってことですかね。あ、そうです。はい。ありがとうございます。なるほど。まあ、クジラ、ピノビーの、父さんも、はい、クジラで食われて、ピノビーが、クジラから救います。はい、でも、そのステージは最後の、それは最後のステージで、バンドエンドで見ます。あ、なるほど。バンドエンドだからそこまで。いかないのか、クルは壊れたままになっちゃうのか。なるほど。すごい、そこまでピノキオなんですね。大丈夫なんですかね。まあ、ここでやれるってことは大丈夫ということで。なるほど。楽しみですね。斬新な、新しい装備ですね。なるほど、なるほど。そして、はい、するその、True End、はい、を達成するには、マイステージで、ある条件を達成して、はい、その上に、金の敵を倒す。なるほど。まあ、でも倒さないと以降で、その金の敵を倒さないと、はい、E8 と言われと思われないです。なるほど。その、金の敵を倒さないと、蜂として認めてもらえないみたいな。感じなんですかね。いい子として。うん、あ、なるほど、なるほど。いい子として認められない。あ、そう、あ、なるほど。そこもピノキオなんですね。いい子だから、真の蜂になれる。なるほど、なるほど。なんかストーリー書いてくださった方がいらっしゃいますね。ピノビー、ロボットなんですね。そうです。うん。蜂のロボット。蜂のロボットが、その、自分を作ってくれたおじいさんを助けるたびに出る。
games and click, and more importantly, to help support the charity. あ、ハドソンのゲームなんですね、これ。なるほど。ハドソンがパブリッシャー、ああ、なるほど、なるほど。ハドソンが発売した元になって、おお、なるほど。アートゥーンっていうセガスタッフの独立組が作っ開発したってことか。ソニックチームの元キャラクターデザインの方が手掛けられたんですね、ディレクターを。なるほど、ありがとうございます、チャットの方たち。うん、ブライスマンさんも、うん、助かります。可愛い人形が増えてきましたね。これはなんかの、あ、おお、これ欲しい。これ欲しいですね。いやー、プライズはちょっと日本では得られないので、残念ながら。うん、確かに欲しいです。うん、これは欲しいですね。太陽、ソラールの盾ですね。メダルか、太陽のメダル。うん、まあ、対応は欲しいですからね。うん。こうなるほど。お、これはちょっと欲しいですね。うん。まあ、これは見つけたら欲しいですね。そうですね。次のゲームは、その、元セガの方たちが開発されたってことで、私、普段ソニックチームのゲームやってるんで、ちょっとだけ楽しみになってきましたね。その、そこの部分でも、どういう感じになってるのか。こうそのソニックチームのキャラクターデザインって結構かわいいので、どんなデザインなのかも楽しみですね。お、あ、これピノビー。ピノビーです。これがピノビーですか。ビーズアートいいですね。あ、結構ロボロボしいロボットっぽい見た目でもあるんですね。なるほど。うん。かわいいですよ。かわいい。一瞬顔がでかくなった時の、なんかびっくりした時の様子とかなのかな、これは。うん、結構でかい。まず、そのうち、見えます。うん、楽しみです。ああ、おしゃれ。うん、なんかすごい可愛いキャラクターですね。うん、可愛いですね。うん、なんかこれは欲しいですね。欲しいです。こういうのいいですね。作りたくなりますね。なんか昔、うん、なんかこういう砂系のやつを使って何かしら作ったことあるな。うん、綺麗だな。うん、綺麗ですね。Emilak of the Chain Nerd, we have a set of beautiful chain mail pieces. Gonna use this painting as a backdrop. And chain mail. A little better this time. Of course, we have a chain mail Zelda. We have a chain mail. Right there. 絵があり、そのチェーンに絵があります。うん、ゼルダとリンクとナビ。すごいですね。なんか網でそういうことをやるのはよく見るんですけど、それ。チェインのアーミーです。うん、チェインの。あ、そうかそうか。チェインの。あ、ケイトでそういうことをやるのは見るんですけど、うん、すごいですね。ああ。うん、これはチェインメールが流行ってるらしいですね。おなるほど。We have an awful block banner. This is a one of a kind 6 foot.Banner designed by our own artist LK. You can check out the banners on our social media. You can check out the banners over at gamesdonequick.com. We have great images of them up. How this works is it's a 6 foot long banner
We print one of each design every event. We give them. そうですね。だんだんぬいぐるみが潰れていってますね。They are truly one of a kind pieces of Games Done Quick memorabilia. It could be yours for a $50 minimum donation. There are so many amazing prizes, and of course, you should head over to gamesdonequick.com, and that way you can check out all of the amazing speedruns that are still left in the marathon, including all of the amazing speedruns upcoming in Awful Block. Seriously, don't go anywhere. You don't want to miss any of them. All of the upcoming incentives that you can put your donations towards, and of course, all of the amazing prizes that you could win. Prizes like our amazing grand prizes. Yes, we have two of them. They're $250 minimum donation to entry, but that is cumulative throughout the entire event. So $50 now to get you entered into that one-of-a-kind banner and everything else I just talked about. $50 a few more times throughout the marathon, and you will be entered into both of these amazing prizes. First off, from Red Wolf Networks, we have this absolutely beautiful gaming PC. You can see the RGB RAM lighting up right there behind me. It's got a 3070 RTX graphics card. It's got 32 gigs of RAM. It's got great specs. You can see them all. そのチェーンメールのコピペ、はい、あー違うメールを受けましたねチェーンメール懐かしいチェーン書き子なんて知らない Or Ike's sword Ragnall from Path of Radiance and Radiant Dawn. The options are all there. You got to head over to gamesdonequick.com, check out that prize listing, and you're going to be able to see both a list of all of the replicas. チェーンメール自体は普通に英語でもチェーンメールなんですね。これチェーンレターか。まあ、普通なら、チェーンの E メールって言われてますね。おチェーンレター、そうですね。うん、チェーンレターと、まあ、確かに、今考えたら、はい、両方がチェーンメールですよ。そうですね、メールとメール。うん。AGDQ 2021 Online. I am Nicole Goodnight, and I will be your host for the upcoming games. 次のゲームのなかなか競ってはいますね。ビットを。どっちになるかな。キャラクター。英語の発音の問題ではない。英語でも同じ発音です。あ、そうなんですね。ああ、やっぱそういうのありますよね。チェーンメールとメール。まあ、状況で絶対違うから、まあ、分かるっちゃ分かるっていう。お、またピノビー出た。Just be a book, but translation video games. And speaking of incentives, we still have the incentive for the Pac-Man boss fight coming up for the mummy. Somehow they managed to squeeze a Pac-Man style boss into the mummy. No...メールとメールの、スペリングは同じですか、うん、もう同じですよ。まあ、英語で。うん。I have a $5 donation from Bobbert that says I made 10 punny donations to see if any got read aloud. But no pun intended. Let's get a $5 donation train going with bad jokes. And I'm really here for that. So get in your bad pun. 公式ホームページがある。Anything to do with bees? Big, big plus. And with that, we are all ready for our run. So I'm going to go ahead and pass it on over to Mr. Shasta with Pinobi Wings of Adventure. Any percent for the GBA? お、来ましたかね。来ましたね。Welcome to Pinobi Wings of Adventure, or I guess Pinobi Wings of Adventure. あ、なんかすごい見覚えのある方ですね、ソーシャさん。何回か見たことがある気がする。そうですね、よく、GDQ で出てます。あ、ですね。うん。いいですね、後ろのカービィとポケモンなんだっけな。なんか忘れちゃったけど、ぬいぐるみいいですね。おー、フィノピー、出てきた。And you're not gonna see it here, but on the PlayStation 1 version, which came out in 2002, apparently, Konami published it. プレステ1の版もあります。
ああ、そうなんですね。パブリッシャーが、はい、コナミです。あ、うん、おお。なるほど。ハドソンだけじゃなくて、コナミからも発売してる。このゲーム何が見えた？だと、そして今言ってます。うん、もうそろそろ始まります。ああ、そういうことですね。合併した。はい、あ、そこそこ。Good luck。Good luck です。おお、でっか。でっか。今、左に見えてるものがダッシュですね。ダッシュ。それが今持っている、はい、ダッシュ数です。おまあ、進むと、ヨセさんと話せば、はい、ダッシュ、の連続の所持数が、上がります。あ、なるほど。このダッシュを持ってるとダッシュできる。そして壁と、はい、とか、床に、接触したら、ダッシュを戻ります。はい、なるほど。なんで初めのうちは1回しか、まあ1回ずつしかダッシュできない。って感じですね。その泡を接触すると、はい、強制に、跳ね返します、そしてよく避けましたその泡。そういいね、今余生と話して、ダッシュプラス1をもらいました、うん、2回ダッシュできるようになりましたね。どうやってダッシュを渡すは別の問題ですけど、まあそうですね。なんか、メカ的な部品を渡してるわけでもなさそうなんでね。なんでしょうね。これはなんで顔がでかくなっちゃうんでしょうかね。謎です。謎ですね。まあ、ダメージを受けると、顔がでかくなる。そして体力なら、3発の体力があります。まあ、バーなのに、はい、普通に、3発を受けたらしいです。あ、なるほど。そして今、果物を拾いましたよね。それは、はい、コレクターカードのようなものを、なるほど、収集要素があるということですね、うん、まあ、全然必要はないないですねないで、はい、これが、ランダムです、カード自体がランダムです、はい、そしてその果物に、果物を拾うと、はい、ランダムのロスの可能性があります。ああ、なるほど。なんで本当は拾いたくない。あ、拾いたくないが、避けられないなら、あ、避けられない。なるほど。もう避けられないとこはしょうがないけど、基本も拾わないように、うん、ね。まあ、その、左上にのエネルギーについて、はい、多分、タイマーのようなものなんだけど、はい、花を、を収集すると、はい、タイマーが、増減します、なるほど。通常プレイでも、タイマーつ使う尽きてはないです。なんでちょいちょい花は拾っていかないとなくなっちゃうよっていうことですね。うん、今、クモボスですね。はい。その、玉を跳ね返して倒します。なんか出てきましたね。で、ステージをクリアと、右上のピノビの顔が見られますね。はい、この RTA で、はい、全部
怒っているのような感じですよ、それは、条件達成してないと、金の敵を倒してない、だから、怒っている顔です。なんでステージクリアするたびに、まあ、ちょっとしたクリア評価みたいな形でピノビーの顔が出てきて、今回は 2% ってことで達成してないから怒った顔をしてますよっていうことですね。まあ、達成すると、はい、と、達成して、金の敵を倒したらそれが、はい、笑顔ですよ。なるほど。なんでピノビーの笑顔を見たい方はぜひプレイしてみてくださいってことですね。本当にこのような顔です、このスタプライドパーティー。本家でいろんな鉢のスタンプが見えます。おお。おお、なかなか難しそうです、ここら辺は。うん、炎はそんなにダメージないんですね。お、ダッシュが4段階じゃん、ダッシュになりましたね。はい、最後の段階はちょっと忘れました。6回か。うん、あ、それでもその少なくとも6回です。はい。あ、ちなみに、はい、その寄せに、ダッシュすると、はい、寄せが、ダッシュを、上げないです。ああ。攻撃、とのようなもので、はい、で、怒らせてダッシュをくれない。なるほど。なんで、寄せに当たるときはちょっと慎重にというか、まあ、攻撃、ダッシュでぶつからないようにしないと怒られちゃうと。その通りです。なるほど。今本家、蜂の、ジョークだらけです。いっぱいあるんですね、そんな。なんかあるかな、日本だと蜂。なんか書いてくれるかな。少なくとも八つぐらいあるでしょ。8でもある。おお。うまい。普通に感心してしまいました。普通にうまい。B が、あ、そっかそっか。英語だと B だから B がつけば大体いけるんで、それが多そうですね、確かに。そう、本当に良いです。この顔がでかくなるのは謎ですけど、普通にアクションゲームとしてはなかなか歯ごたえがあって面白そうですね。まあ、操作について、はい、十字キーを押して、そして、ボタン、一つだけ
ああ、なるほど。逆にシンプルで、操作自体はシンプルだけど、だいぶ難易度は高そうですね。うん、本当にシンプルな操作です。あ、ちなみにそのプレステ1番、はい、の発売は、はい、その発売、年が、2002年です。おそれがプレステ2の発売した後ですなぜプレステーションの、ね、1で出したのかというほんとに遅いです。間に合わなかったのでしょうかまあ2-2で出してもね、どうなんですかねおお、このピノピー君はどれぐらい飛んでいられるんですかね。結構落ち、なんでしょう落ちてしまってるところもあるんで、そんなに長くは飛べないような感じなんですかね。まあ、上ならダッシュの限りでは、まあ、ジャンプしてダッシュの限りで上へ行けるけど、うん、側に壁にくっついてダッシュを、回復できます。まあ、壁がないとそれがダッシュに限ります。まあ、あとのステージで、はい、いろいろ飛ばします。ダッシュ回数で、飛ばします。なるほど。いい感じに壁にぶつかりつつ、ダッシュ回復させて、いろいろ飛ばしていくというのがでいつか見られるということですね。お、5個目ですね。また、ダッシュを上げます。あ、これも、ここ、なるほど。こういう難しさがあるんですね。さっきみたいな、ちょっと詰まっちゃう。ダッシュで行き過ぎちゃって、いけないみたいなのが。これはボスです。あ、蚊のボスですね。蚊に分裂して、分裂してると、ダッシュで、何匹を倒して、その蚊全部を倒してから、うんうん、ボス全体を、倒します。ああそうですね。あ、チャットで書いてくれてるからいいか。なんかピノピー君の目的って何ですかって聞かれたんですけど、開発してくれたおじいさんを助けるためと、まあ、本物の蜂になるためっていうのが一応目的ってことみたいですね。ピノキオの美です。うん、ピノキオの。この出てくるのは、何でしょう、友達なんですかね、仲間というか。そして、これ、あ、まあですね。まあ、ちょっとした。いや、バグというか、床抜けのところはありますが、まだですかね。あ、このステージではないけど、この背景のステージにあります。床抜けとかもしていくという。
go along these slides as we go. We'll get a fairy. We'll run the blue fairy eventually. If you want to get another donation or two in, this is probably a good time. Sure thing. I have a $10 donation from Palomar 6 that says, Happy Bee! I cannot believe you made a pearlier for Pinobee's face, Shasta. And 6個目ですね。It's all fine. I'm actually not the one who made the pearler. That is the RPG chick, aka at Neko Mei Mei, I think is what it's called. Mai Mai? On Twitter. It's Mei Mei. She's the one who made this run. Just to clarify. Maybe, I guess. I mean, we're playing yeah, a she's the one who made that. Right, give here. Her all the love. I commissioned that for this run, though. I'm very glad I did that. Ah, so that's it. Dash no.回数が多いせいで、はい、上に行く簡単に、伸ばしてきます。これは通常ルートではないんですかね、多分この感じでは。多分だね。うん、多分。まあ、さっき、わかんないけど、うん、その扉の前に、はい虫があって、それが、友達ですけど、はい、あまあ、any percent だからバッドエンドもらって、はい、まあ、一応、ダッシュして、あなるほどその友達を、なるほど、なるほど。よく床抜けました。おお、行きましたね。うまい。どこを見たら、もう10回とか70回で失敗してやっとできてこれは first try すごいですね。だいぶうんかなり難易度も高いような技に見えましたけどもう1回でスパッと決めてきましたね。食べビー。Gotta be very careful of them. But so I'm gonna also say this too. これももうなんかある程度このダッシュを利用して上に行くっていうのは想定してそうですけど、ここまでガンガン飛ばすのは多分そこまでのは想定してないのかな。カビあここでぶつかって回復して。Shield, by the way, right now. That's kind of cool. I'm getting all these cards right now. I learned earlier, by the way, because I was doing some practice on stream, and I found out that the orange cards give you an extra dash. It's not useful for like a task or something. If anyone out there wants a task project, this game does not have a task, so feel free to do that if you so desire. For the shields random or fixed again? They're random.So randomly just get like, I'm invincible, I don't care about this level anymore. この背景なら、ラストステージの、近いですね。はい、まあ、このエンディングの、ラストステージの背景です。なるほど。今回はもうバッドエンドなんで、まあ、最後の最後のステージは、クジラを見ない。クジラのところは見ない。うん、普通にゲームとしては面白そうですよね。なんかこの顔でかいのが顔でかいのを受け入れるかどうかって感じはしますけど本物に鉢になったら、うん、頭でかくなるのかな。本物の鉢に近くなってるからちょっと顔がでかくなる。The water's drained in a previous level, basically. This game has that sort of mechanic going on where that's a thing that happens there. Or like different levels affect what happens, or different things in different levels affect what happens in layer levels and stuff. It's really cool. it's one of the compliments I'll give this game is that it does something cool like that. It has two mechanics, yeah, it turns out. yeah, I'm trying to get. あ、そうですね。発売が、ゲームボーイアドバンスはハドソンで。プレイステーションがコナミだそうです。パブリッシャーとして。あ、パブリッシャー、そうです。優しさ、考えて
それはヨセさんでした。それはエンディング、ヨセに、無事です。に、に問われて、それがバッドエンド、ここで怒られて終わりと。優しさを考えて、敵を全然倒せなかったよ。ちょっとね、何の優しさ、これ優しさが、それが、その言葉が優しさがないですよね。もう優しさ考えて、うん、難しいな、優しさ。あ、かっこいいな。かっこつけてますね。あなぜか、あ、悪い子に、悪い子になっちゃった。吸血鬼のような、悪い子になってしまった。ミノビー、ハチおじさんはまだ、おじいさん、おじいさんを捕まったままで。なるほど。悪い子のままで終わってしまいました。悲しいな。マルシエントみたいですね。うん、マルシエントですから。フリアエンド。エンディングは6種類もあるんですね。このゲーム、じさんが、はい、クジラじゃなくてサメの中に。ああ、サメでしたか。さすがにそこは帰ってきてるんですね。なるほど、なるほど。まあ、そこぐらいはね、変えないとさすがに問題がありますから、そこ変えてるんならもう問題ないです。おじいさんも8だったんですかね。あ、おじいさん、本物の8です。本物の8。ではそろそろ変わりますかね。では、ピノピーの解説の、ピックパジャマさんでした。ありがとうございました。また続きますけど、何かありますでしょうか。まあ、次のゲームは、はい、切り替わりに、説明します。かしこまりました。では次のゲームの準備をしてまいりますので、少々お待ちください。はい。はい、Alright, so we do have some more B puns because of course we do, because you all pulled through so well, thank you. I have a $5 donation. This speedrun is unbelievable. Thank you so much for your donation. I have a $50 donation from DG Crab Hat that says, why can't the bee fly? That's it. That's the donation. I have no idea. Maybe we'll get a follow-up because now I really want to know.Why the bee can't fly. I have a $25 donation from Funk Butler that says, is this game bad? Yeah, it's a stinker. I'm so sorry. I have a $25 donation from Goober Galore that says, some of these puns are so bad, they really sting, kid. I'll quit pawing your leg. Thanks for being busy little bees with this amazing cause. Thank you so much for the donation.
I'm so sorry. I have $10 from Kay that says, help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. I'm so sorry. I'm so sorry. I have $5 from Behold, Dr. Bees, Phoebe. Behold, a friendly swarm of bees has arrived. Descend into hiver beings. Share the honey and enjoy the gameplay. I have $5 from Neverwhere that says, I like my donations like I like my games. Covered in bees. Oh. I have $10 from Azura Sar that also says, help me, Obi-Wan Kenobi. I have $50 from Shalima that says, be gone, Cancer. Thank you so much for your donation. I have $50 from Zero that says, greetings from Germany. Awful Block never lets me down. Kill the animals, save the frames. Wait. Wrong game.